クリスティアン・ロナルド・サーキーズは、オーストラリア・メルボルン出身の同国代表サッカー、選手。ポジションは MF。サウス・メルボルン FC でキャリアを始めた後、メルボルン・ビクトリー FC 所属時の2006から07、シーズンのグランドファイナルで長距離から3点目を決め、アデレード・ユナイテッド FC に6から0で勝利した。優勝メダル授与の際に、 首相のジョン・ハワードのハゲ頭にキスをしたことが国中の話題になった。2007年3月30日、U-23 代表の同僚ブルースジテ、ネイサン・バーンズ、ロバート・コーン・スーエイトと共にアデレード・ユナイテッドに移籍した。また、加入翌日に、キャプテンのロス・アロイージは、更新に道を譲るため新参戦のウェリントン・フェニックス、FC へ去っていった。 12月28日、アデレード・オーバルに、シドニー FC を迎えサー・キーズがゴールを決めるの1から3で敗れた試合で、試合中に腕の痛みを訴えた。その結果、12月の終わりに、深部常務薬血栓症と診断され入院を余儀なくされた。2008年5月、クラブと2009から10シーズン終了まで契約を延長した。 11月22日のシドニー FC 戦で、サーシャ・オグネノブスキのゴールを、フリーキックでアシストし、自身の A リーグ出場50試合目を2から0の、勝利で飾った。アデレードでは、前途多難なスタートを切ったが、司令塔のジエゴ・オルシュを負傷で書いた第17節、パースオーバルでのパースグローリー FC 戦で穴を埋める、活躍を見せ、移籍後初ゴールにして、 唯一のゴールを決め1から0の勝利に貢献と、チームに影響を与える選手と証明した。さらに、1週間後の2009年1月3日、アデレードオーバルで2から0と勝利した、シドニー FC 戦で両方のゴールをアシストした。アデレード加入1年目の怪我の影響からなかなか、レギュラーをつかめずにいたサーキーズは、2010から11、シーズンに A リーグに参戦する。 メルボルンハート FC に移籍することを決意。2009年11月24日、クラブと最初に契約を結んだことが確認された。2012年4月6日、対談することが発表された。その後、ビクトリア州リーグのハイデンベルクユナイテッド FC に参加していることが確認された。U-23 代表としては、2008年北京オリンピックの サッカー競技、アジア予選日時予選ハインドマーシュスタジアムのチャイニーズ台北戦で4ゴールを決め11から0で勝利する当時、本大会進出に貢献。本大会のメンバーにも選ばれ、グループステージ2試合に出場した。2006年6月7日、リヒテンシュタインとの親善試合に、フースヒリンク監督の下で、オーストラリア代表デビューし、3から1で勝利した。 同年の 2006FIFA ワールドカップのメンバーには慣れなかったもののバックアップに選出された。その後、ヒリンク監督から個人的な招待を受け、グループステージの日本戦が終わるまでチームと共にドイツに滞在していた。ありがとうございます。